大相撲五月場所は、幕下デビューからわずか七場所という最短記録で初優勝を飾った新小結び、大の里のおかげで大いに盛り上がった。5月27日に開かれた横綱審議委員会で、山内正幸委員長、東大名誉教授は、大きく各界が変わろうとしている予兆ではないか。どの時代でもスターというものはスポーツに欠かせない。国技にしかるべき代表選手が出てきた。 ともろ手を挙げて大の里を称賛、横綱昇進への可能性を問われると、もうそこまで可能性として見えてきていることは、否定できないのではないか。と語った。その一方で、このような苦言を呈す親方も、大の里が優勝したことで、この先の大関、横綱候補として一番手に上がったことは間違いありません。だからこそ、場所前に起きた問題をうやむやにするのではなく、 しっかり検証し、再発防止策、大の里の教育もしっかり行うべきです。場所前に起きた問題とは、4月22日、日本相撲協会がマスコミ各社に送付した、協会員の不適切行為に対してより大きいという書面に端を発する。書面には、昨年の9月、二所の関部屋内で大の里が未成年の幕下力士と飲酒していたことを二所の関親方、元横綱、 稀勢の里から報告を受けたとありました教会は大の里と二所ノ関親方にヒアリング調査を行い二人に対し勝浦元間空知桐西コンプライアンス部長から厳重注意を行ったとしていますスポーツ紙大相撲担当記者その翌日デイリー新潮が相撲協会が突然発表した大の里飲酒問題 の真相いじめを隠蔽する相変わらずの体質という記事を配信記事によると慎重は4月19日以降二所ノ関親方や相撲協会にこの問題について問い合わせを行っておりその内容は大の里が先頭に立って19歳の力士のいじめ行為を行っており飲酒はその一部に過ぎなかった前述記者というものだった慎重によれば 書面は相撲協会がいじめ問題が表沙汰になる前に大慌てで報道各社に送ったものだとしている。4月24日、大の里は春巡業出発前に両国国技館で、大変ご迷惑をおかけして本当に申し訳ない。しっかり反省して頑張りたい。と謝罪。この場所前、晴れがましいはずの新小結び昇進会見も同様、謝罪の言葉から始まった。だが慎重。 が指摘した、いじめ、に関しては言及しなかった。教会も大の里はしっかり聴取に応えた、ということで再聴取の予定はないとしている。相撲協会の隠蔽体質は以前から何も変わっていませんし、今後も変わらないでしょう。そう語るのは、前室の親方だ。教会の事情聴取に対して大の里は、お風呂で一緒にお酒を飲んだだけと説明しているが、道具や関係者によると、 いじめがあったのは間違いないと聞きました。だったら、いじめられていた当事者にも話を聞けばいいのですが、教会はそうしないでしょう。もし、慎重の記事が事実とわかれば、朝の山と同等、新型コロナウイルス対策ガイドライン違反による6場所出場停止処分、か、それ以上の処分をしなければいけなくなる。そうなると、大関、横綱昇進は先延ばしになる。 今彼は大相撲の目玉ですから、そうなることだけは避けたいのでしょう。相撲協会がこの問題に真剣に取り組まないもう一つの問題があるという。それは、協会幹部が二所の関親方と正直、関わりたくないと思っているのです。その理由は、彼は面倒に良いから、というのです。別のスポーツ紙大相撲担当記者。というのである。どういうことなのだろう。 二所ノ関親方は部屋の敷地内に別当の自宅を持っており、弟子たちとほとんど侵食を共にしていません。プライベートに関しては、弟子たちのことはほとんどほったらかしでした。場所中にゴルフに出かけることもあり、注意を受けたこともあります。正直、真面目に親方業をやっているとは思えないというのが、教会幹部の思いです。今回のいじめ問題の現況も、当然、 二所ノ関親方の監督不行き届きであることは間違いない。しかし、これまでも幹部が注意しても、心ここにあらずといった感じで、人の言うことをあまり聞かない。頑固で偏屈な面もある親方ですから、教会幹部も正直彼には関わりたくないという思いが強いのです。前で、記者。ある相撲部屋の谷町は、二所ノ関親方は、朝青龍や白鵬などのモンゴル勢が活躍した中、 日本人横綱としての半眼びいきもあり、相撲ファンの人気は非常に高い。宮城の親方があのような処分を受けたので、将来、理事長候補と言われている二所ノ関親方まで処分ということにはできないのでしょう。二所ノ関親方には、教会もこれ以上、関わりたくない。だから、問題を起こさないでほしいということでしょう。と、呆れた表情で語った。だからといって、 このまま放置していいということはないと思うが、大の里は、各界の大谷翔平、たとえ誰が親方だったとしても、将来、横綱間違いなしと言われる逸材です。だからこそ、審議体、の、心、の部分もしっかり成長してもらいたいですね。師匠の指導力も問われるところでしょう。相撲ライターのドスレンカココと佐藤昌子氏。これまで、 部屋付き親方として二所ノ関親方を補佐していた中村親方、元関脇、吉風も、6月1日付で8人の内弟子を引き連れ、独立が決まった。宮城の親方への師匠再教育がされている中、二所ノ関親方にも必要な気がする。フライデーデジタルでは、皆様からの情報提供、垂れ込みをお待ちしています。 下記の情報提供フォームまたは公式 X まで情報をお寄せください。